なごみの塔地図なごみの塔は、沖縄県八重山郡竹富町麻竹富にある、展望塔である。2006年3月27日に、国の登録有形文化財に登録されている。老朽化のために閉鎖されており、上り降りはできない。竹富島の狭間に西集落のほぼ中心にある、石山公園の中の高さ約6メートルの丘に、築かれた鉄筋コンクリート構造の塔で、 塔自体の高さは4.5メートル、歩道からの高さは約8.7メートル。竜気山五章でできた全体が平坦な島の中で最も高い場所の一つであり、重要伝統的建造物群保存地区に選定された集落の赤瓦の家並みを一望する絶好の場所として観光名所となっている。頂上の展望台までは8段の階段が設けられているが、 幅約4 5トル奥行き約1 6トルで、段差が約3 5トルと高く、シャドが約60度も、ある級なもので、一人ずつしか登り降りすることはできない。また、展望台部分も狭く、成人二人分程度のスペースしかない。2014年3月にトリップアドバイザーが公表した、行ってよかった、日本の展望スポット2014では、18位に、 ランクインした。2016年9月20日から老朽化のために閉鎖され、投稿が禁止されている。しばらくは改修の予定が立たず、再開の見通しも不明なままの時期が続いたが、2019年10月から保存修繕工事が行われた。この塔は文化財に指定されており建て替えはできないため、工事では高圧洗浄、躯体の剥落や鉄筋のサビの補修、 表面から剥離したモルタルの修理、亀裂修理等が行われ、さらに、階段や登場部への手すりの追加や、階段下への門扉の設置も行われた。工事は2020年2月末に完了した。しかし、国や県は修繕後も、不特定多数の人の利用は、難しいとの見解を示していて、改修後も利用は制限される予定であり、等に負荷をかけないよう利用ルールが検討されている。 1953年に西集落の有志が石山周辺を買い取り、公園化した際に西集落の住民総出で建てられた。名文によると、1953年6月25日、混流。当初はこの台の上から集落内に連絡事項を伝えるために放送施設として用いられた。なお、石山は平家の落ちうで竹富島に流れ着いた。 石山王の居城跡であるとの言い伝えがある。名ごみの塔からの眺望。ありがとうございます。